2022年木更津の花火大会がついに復活しました。7月から8月にかけて毎週花火が打ち上がるということで、とっておきのスポットをご紹介します。木更津駅西口から徒歩5分の場所にあるカフェバイブルー。このお店の屋上は花火が見える絶景スポットになっています。1階カフェの外や2階のワーキングスペースの窓側の席からも花火は見えますが、この期間限定の食事をしながら花火を楽しめるプランをご用意しました。早速覗いてみましょう。1階で受付を済まし、飲み放題の印であるパウンドを腕に巻きます。屋上まではエレベーターがないため階段となります。日頃の運動不足をここで解消しておきましょう。ワーキングスペースを過ぎてさらに登っていくと、商店街が見渡せる屋上に出ます。この屋上が花火の絶景スポットとなっています。お席にはキャンプ用の椅子を取り揃えているので、この機会に試してみるのもいいかもしれないですね。屋上スタッフに飲み物を注文し、食事を楽しみながら花火を堪能できますよ。こちらの花火席はドリンク、食事付きで4,800円。お席に限りがあるのでお予約はお早めに。電話番号は 0438-53-8882 です。楽しい夏のひとときとなりますように。ご予約お待ちしております。